1808年の南アメリカの地図、アイルズ・オブ・オーロラとして、オーロラ諸島も載っている。オーロラ諸島は、大西洋南部で、目撃報告のあった幻島。オーロラ諸島が初めて報告されたのは、リマからカディスへ向かっていたスペイン商船オーロラによる、もので1762年のことである。オーロラによる、目撃報告は1774年にもある。 スペイン船サンミゲルは、その位置を、南位52度37、成形47度49であるとした。1794年2月20日、スペインの測量船アトラビダが、アレッサンドロ・マラサピニアによる、世界一周航海の一環として、オーロラ諸島の確認のために派遣され、その位置を、フォークランド諸島とサウスジョージア島の中間付近で、あると報告した。最後に、 オーロラ諸島の目撃報告があったのは1856年のことであるが、その後も1870年代まで南アメリカの地図に残り続けた。また、アメリコベスプッチが1501年から1502年の航海の際にオーロラ諸島を目撃している可能性もある。レーモンド・ラムジーはオーロラ諸島の目撃報告に対する説明として、 巨大な氷山雪やシャグ岩礁である可能性、すでに島が沈んでいる可能性などを挙げているもののすべて否定している。島がすでに沈んでいる可能性を否定するラムジーの意見に対し、スティーブン・ロイヤルは消滅したことが知られている。火山島が複数あることを指摘している。ありがとうございます。